ちは草食系のマサヤです。皆さん冬キャンプ楽しんでますか？僕も今年から初めて冬キャンプに挑戦しているんですが、人も少ない、星も綺麗で虫も出ないということでめちゃくちゃ楽しんでます。ただ一つ問題なのが寒い、めちゃくちゃ寒いです。僕の話をすると、11月の下旬ぐらいにキャンプした時は寒さも気にせず余裕で寝れたんですけど、ちょうど1週間前ですね、12月入ってからキャンプした時に、そこは標高も少し高くて12時過ぎたあたりからめちゃくちゃ寒くなり始めて、 2,3 時間ぐらいはテントの中で寝ようと粘ったんですけど、3時頃に寒さの限界が来て車中泊に切り替えました。星はめちゃくちゃ綺麗だったんですけど、寒さに関してはもう罰ゲームでした。そこで次の日家に帰るなり、すぐにキャンプスペース防寒対策っていう風に検索しました。いろんな記事だったり動画で寒さ対策について学んだんですけど、一番これ試してみたいなと思ったのがタイトルにもある通りこちらですね、住宅用の断熱材です。僕がなぜこれに目をつけたかというと、一番は金額です。めちゃくちゃ安いです。今回用意した断熱材は商品名がスタイロフォームっていうもので、サイズが縦 1820mm、 横が 910mm、 厚さが 30mm っていう風になっております。金額が税抜き1015円、また持ち運びしやすくしてもらうためにホームセンターで60円払い、6等分にカットしてもらいました。そのためこのような状態になっており、今日はこれを6枚持ってきました。2つ目は僕が使っているテントが1人から2人用となっており、テント内で火を使用する防寒対策が難しいためです。この断熱材なら火を使用しなくても温まることができるだろうと予想しました。3つ目はホームセンターなので手軽に手に入るというところです。僕は近所のホームセンターを2カ所回ったのですが、2カ所とも販売しておりました。以上3つのことから防寒対策に住宅用の断熱材を選択しました。それでは実際にテント内に設置して寝てみようと思います。はい、敷くことができました。そしてこの上にいつも使っているマットや寝袋を設置して完了です。設置はとっても簡単で、こんな感じにテント内に並べて敷くだけです。ちなみに僕が使っている寝袋は Amazon で購入した4シーズン対応のもので、金額が3000円というとっても怪しい商品になっております。本日の気温がこんな感じ、最低はマイナス2度までいくようです。それでは寝る時間までカット。はい、ではご飯を食べて、今時間が11時49分になりました。寝るときどのくらい着込むのかっていうのを説明しておきたいと思います。まず下ですね、靴下がワークマンで購入したウール 100% の靴下です。下にヒートテックで、その上からこれもワークマンの裏が起毛しているパンツになります。これの上からさらにダウンが入ってるパンツを履きたいと思います。はい、で上なんですけども、上はまず一番下がヒートテック、その上からフリース素材の長袖になってます。でその上からユニクロのウルトラライトダウンを着ます。そして今着てたジャケットを上から着ます。こういうルームシューズを持ってるんで、これも履いて寝ようと思います。では着替えます。はい、全身着替えました。人によってはこんだけ着れば寒くないだろうっていう人も中にはいると思うんですよ。ただ僕は先週キャンプした時にこんだけ着込んで寒くて結果的に車中泊にしてしまったんで、それと同じ状況でやりたいと思います。なので前回と条件が違うのは下に引いてる住宅用の断熱材だけになってます。で今から寝るんですけど、途中で起きて経過報告をしたいと思います。気温が2時の時に0度になります。その2時間後の4時にマイナス1度になります。なので2時と4時に起きて寒いのか寒くないのかを報告したいと思います。ちなみに現在の気温は1度です。なんかね、今こう触るじゃないですか、この時点でなんかあったかい気がするんですよね。
一応言っておくと、火器などのテント内を温めるようなものは持っていません。カイロも持ってないです。熱源は自分の体だけになってます。ではおやすみなさい。おはようございます。おはようございます。今時間が2時1分になりました。経過報告をしたいと思います。まず寒いか寒くないかなんですけど、正直寒いです。ただ我慢できないほどではないですね。で現在の気温が0度になってます。で一応我慢できないほどではないんですけど、やっぱり寒いは寒いです。この住宅用の断熱材なんですけど、これ自体はめちゃくちゃ効果があります。っていうのも僕仰向けで寝てるんですけど、背中はめっちゃあったかいんですよ。ただ寝袋が空気に触れている部分がどんどん冷たくなって、中まで寒さが伝わって服も冷たくなって、結果この空気に触れている部分が寒くなるみたいな感じですね。で寝たり起きたり繰り返してて、ずっと思ってたのが、この断熱材に挟まれたいなっていう、これに挟まれればあったかいんだろうなって考えてたんですけど、ちょっとこのまま朝の4時までやっても、おそらく検証結果的には内容変わらないと思うんで、ちょっとやり方を変えたいと思います。6枚あるうちの3枚3枚で引いてたものを半分、1、2、3枚外しました。でこれを体の上に乗せて寝ようと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。今6時20分です。ちょっと起きるつもりなかったんですけど、 iPhone のお休み機能ですかね、毎朝自動的に目覚ましのアラートが鳴るやつがあるんですけど、それ消すの忘れてて強制的に起きることになっちゃったんで、一応レビューします。4時から6時のこの間も一度も目は覚めることはなかったです。ただパンツのベルトを締めすぎていて、夢の中でベルトを剥がしたら皮膚がベルトと一緒に剥がれるっていう、とっても嫌な夢を見ました。ベルト緩めてもう一回寝たいと思います。おやすみ。今ちょっとトイレ行こうと思ったんですけど、テントめっちゃちょっと凍ってますね。めっちゃキラキラしててめっちゃ綺麗、テントが。そんなことはどうでもいいんだ。とりあえずなんか本当に0度下回ってるんだなっていう感じです。すげえめっちゃキラキラしてるテント。
はい、おはようございます。無事に朝を迎えることができました。最初ね、12時から2時までの間は床に全部敷いて寝てたんですけど、それだとやっぱり寒かったです。断熱材に触れている背中面は全然寒くなかったんですけど、空気に触れている表面の方がどんどん冷えていって、この寝袋自体がですね、めちゃくちゃ冷たくなって、それが体にまで伝わってかなり寒くなるっていう感じでした。それの対策として2時からは6枚あるうちの3枚を体の上に乗せて寝るということをしてみました。結論、下からと上から両方こういう風にサンドすることによって寒さを防げば余裕で寝ることができました。断熱材の可能性をすごく感じることができました。ただ気になる点を上げると、この触れた時にね、結構大きめの音が鳴るっていうのと、あとはこういう風に擦れた時にゴミが出るっていうことですね。掃除する手間が少しだけあります。何はともあれ断熱材の可能性は十分に感じれたので、この断熱材を利用して冬を乗り越えていきたいと思います。もしお金をかけずに手っ取り早く防寒対策をしたいという方は、ほとんどのホームセンターで取り扱いしていると思うので、実際に試してみてはいかがでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら高評価してくれると嬉しいです。バイバーイ。